はい、皆さんこんにちは、畑君雄です。レッツボトムアップ。今回はですね、前回のですね、素直習慣というところにもこうつなげていきたいなというふうにね、思います。素直習慣からよりちょっと細かくね、やり方の部分に、つなげていけたらなというふうに思いますので、よろしく、お願いいたします。今回はですね、日本一の算出習慣ということで、やはり全国制覇をしていった時だったりとか、選手が育っている時、そして今会社の方も飲食の営業の方もね、ものすごくやはりこのコロナ禍の中でもすごくいいんですよね。良くなってきてるということです。そして人もどん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 育ってきてるというところなので、じゃあその辺のところでやっぱり素直、この素直習慣っていうのもね、入れてます。それは選手たちもそうだし、今の社員だったりキャスト、バイト生さんたちにもそういう思いで、要はまずあり方ですね。素直になると何がいいのか、前もあったように問題に気づく、澄み切った心になる、要は綺麗な心になるっていうことだから、いろんなものに気づけるってことですよね。そして、今度はやり方をどのようにしていくか。で、僕はですね、ボトムアップの最大原則っていうのを作ってまして、これは講演の中でも入れていくんですけども、やはり自ら考えて積極的に行動できる人材組織づくりっていうのはものすごく大事ですよね。きっとこれは学校だろうが社会だろうが会社の中含めてですね、人をこう育成していく集まった組織ってものすごくいいと思うんですよね。ですから三大原則としてですね、社員の育成の三本柱だったりとか、組織構築の三本柱、全員リーダー制度、この3つをキーワードで話をねさせてもらってます。そして今回はですね、その中でも社員育成の三本柱っていうところにちょっとフォーカスして、話ができたらなと思います。それを素直さ、謙虚さっていうところからやり方の部分っていうことですね。で、そこで僕が取り入れてるのが、何を一番取り入れてるかというと凡事徹底、これは整理整頓掃除の凡事徹底を徹底してやってますね。これを本当にこう当たり前のことを非凡になるようにやっていく、なんかこれがスポーツの勝利だったり会社の利益だったりとか売上につながっていくのかっていうような人もね、たくさんいると思うけども、これ 100% つながっていくと、つながらないわけがないです。要は心が澄み切った人が集まっている組織で、売上だったり会社の空気風土を良くして結果が悪い結果が出るはずがないんですよ。ですからどん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 そういったキーワードを持っていくためには、凡事徹底、良い習慣は才能を超えるってことです。組織の中でですね、すごくいいタレントがね入ってきて結果を出す、これはスポーツの中でもビジネスの中でもいいと思います。でもそうではない、常に常にいい才能を持っている人が出ない、だったらどうするか、育成しなきゃいけない、育成育てていかなきゃいけない。では育てていくために何が大事かというと、素直じゃないと言ったことがそのまま吸収されないですよね。じゃあその常に素直な状態を作っていくやり方の一つとして、整理整頓掃除っていうのをイメージしてやってます。他にもあるんですよ、他にもあるんだけども、特にこの中で僕が一番大事にしているところをやっていこうと思いますね。で、凡事徹底の中には一番、挨拶、心から相手の心の扉を開く、コミュニケーションの第一歩っていうふうにね言われてます。2番目が返事、はい、いいえを判断して責任を持つ、ね、はいは気持ちがいいけども、いいえって言えるような組織も作っていきましょうよっていうことですね。そして後片付け、心を整えるということですね。ボトムアップ産業活動、整理整頓掃除っていう形ですね。で、今日はこの3番の後片付け、産業活動のところをちょっと中心的に話をしていきたいなというふうに思いますね。これ素直になっていくとね、挨拶、返事、後片付け、これ一生いるじゃないですか。一生いる。勉強でいうとね、英語、ね、数学、社会使わなくなるようなものもあるんです。でも挨拶、返事、後片付けって、これ死ぬまで必要ですよね。こういったものを
やっぱりなんていうかな、伝えていくっていうことがすごく大事なのかなっていうふうにね思ってますね。ではサイエンス活動のところでいうとですね、この昔の学校の高校のね映像をちょっと見てください。こういう形で、これ物質なんですけどもね、ちょっと汚いですよね。整理されてる素直な人のセンスがいるチームではないですね。要は問題、これ問題ですよね。これ見てください、物質がこんなになってると思うんで、だからこれに気づけないんですよ。素直じゃないからなんですよね。だから素直にしていく、問題に気づくようなチームを作っていくっていうために、これを常にきれいにしていくというキーワードを徹底してやっていくんですよね。怒ってきれいにしろっていうわけじゃないです。ちょっと素敵にしてみようよっていう言葉がけの中でね、そうするとここにも映像で出てきているように物質がですね、みる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 変わっていくわけですよね。最初の初期はね、こういう形ですね。整理整頓掃除、整理っていうのはね、いるものといらないものを分けて、いらないものを捨てていく。で、整頓でここで初めていつでも取り出しやすいようにデザインも含まれてますよね。そして掃除っていうところで心磨き、気持ち、やっぱり澄み切った心にしていく。これを見ててどうですかね。素直じゃない人の集まりだとは思わないですよね。要は一人一人がどん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 こういうことを整理整頓習慣をやることによって、素直な気持ちになっていくんですよ。で、心作りっていうのはどうやって心を作るか、皆さん、これね、習慣作りなんですよ。これね、いろんなやり方があるんですね。これは簡単に言うと、トップダウン的に入っていきながらボトムアップ化にしていくっていうやり方もあるし、ボトムアップ化、要は自分たちやってみよう言ってね、時間をかけながらやる、どちらでも全然大丈夫だと思うんです。でもこういうふうにね、デザインしてくるようになってくるんですよ。これはね、素直じゃないとデザインできないですね。で、これね、デザインができればできるほどチーム力って上がってくるんです。それはどういうことかというと、試合の中でも危険な場所、危ないところ、これ気づけれるようになるんです。素直は問題に気づくっていうのがテーマだったと思うんですけど、見てください、このね、ワイシャツのところがね、綺麗に腕組んでたりとか、 冬の制服がポケット手が入ってたりとかね、これが全体像ですね。でもこういうことをコツ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 やっていくっていうことによって、やはり一人一人の素直さが出てくる、ね、仕事の中でも試合の中でもですね、いざ始まった時にいろんな問題に気づけるような選手がたくさんいると、危ないなって思う時に歯止めがつくじゃないですか。やっぱそういったことができるような組織にしていくっていうのはものすごく大事で、もうこういった画像の中でも、これ遠征の時ですね、これはバックヤード裏ですね、物質の裏、これね、人の見ないとこなんですよ。大体ね、学校の物質なんてね、先生見ないんです。先生見ない、誰も見ないところをきれいにできる組織ってね、ここがキーワードなんですよ。見てる時にはできるんだけど、見てない時でもできるようにしていくっていうね。でもこれはボトムアップ思考型で、素直な習慣がついてくるチームはどん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 、この整理整頓掃除っていうところから、やっぱりこう力を上げてくるんですね。ちょっとこの画像を見てくださいね。小さなこだわりが大きな成果になるっていうような画像ですね。これはある遠征の時ですね。どうですか、これね、まだね、初期の頃ですよ。これ僕が組織を持った時の初期の頃、秋南高校ですね。一人一人が靴をね、もう1ミリ単位ですよね。別にこれはビデオ撮ってるからじゃないんですよ。でもね、こういう小さなこだわりが大きな成果につながる。そしたらもう一人が着替えてる子がね、やっぱり一人がやってるとね、連動していきながら同じように靴を揃えていく。この子ら今もう8年経ってるんです。何やってるか、学校の先生と警察官なんです。この二人はもう人々のため、そういったポジションにつく大人になったってことなんですね。で、僕がやってることっていうのは、その時に見えないかもしれないけど、これ人生の中で、結果が僕出てくると思うんですよね。ですから皆さんがこういったものをやった、そして細かく小さなこだわりに気づいていく、
じゃあこの成果はその時にも結果として出るかもしれないけど、5年後10年後そういったところにも出てくるのがボトムアップ思考のところのキーワードだと僕は思ってるんですよね。うん、要は企業で考えるとこういったことですね、直接的効果と間接的な効果があります。先ほどの例はどちらかというとスポーツ学校の例ですけど、企業でもきちっと入れていくとすごくいいですよね。うん、在庫の削減だったり段取り時間の短縮だったりとか、コスト削減だったり安全確保、こういったところが直接的に効果としてあるんですね、きれいにすること。でも間接的な効果、要はすぐにではないけれどもサイエンスをしっかりやることによってどんな効果があるかというと、社員の責任感、人間力の向上、そして組織の推進の力の向上していく、要は目に見えないようなところもどん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 間接的に良くなってくると、うん、いうことですね。要は無駄を発見して削除ができるっていうことだったり、効率よく仕事ができる仕組み作りだったり、やっぱり現場環境が良くなっていくと、先ほどあった異常を発見することがしやすくなる、やっぱり問題に気づくってことですね。問題に気づけば次は改善してどのようにしていくかっていうね、ここで PDCA を使うっていうこともあるし、部下の教育指導をするところにも役立ってくる。だからどん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 、うん、この1個 3S にこだわって組織で入れていくっていうことも組織向上の中ではものすごく大事だと思いますよね。うん、まあ、これはね、ある会社の僕もベンチマーキングに行かしてもらって、ボトムアップ 3S 活動を入れてる会社ですね。ここもですね、もうこういう紙、そして見てください、この床もうピッカピカで反射してくるじゃないですか。もうこういった会社に素直じゃない人なんていないですよね。これ素直な人じゃないとこんなにね綺麗にできないです。うん、これは着替える更衣室、これ事務所ですね。うん、やはりここはどん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 やっぱり売り上げが良くなってきてるっていうふうに言ってましたね。給料も良くなってる、ボーナスも良くなってるっていうふうにね言われてました。ここもね、年間で、講演とかセミナーね僕も行ってます。これうちの会社ボトムアップでやってるカスコロッソさんですね。これは、キャストの更衣室ですね。どうですか、帽子もきちっと置いてあるじゃないですか。これね気持ちがいいですよね。これも徐々にですけども、でも半年でこういう形まで来ました。バックヤード、ここもね人は誰も見ないです。でも自分たちが通って会社に入っていく場所を、きれいな動線を作っていく。料理長さんも包丁だったりとか、そして皿だったりとか、そしてフロアの時の椅子も1ミリできちっと揃えていく。だからお店が、簡単に言うと人が集まる、そして繁盛していく、結果が出てくる。でもその原点は何かというと、素直というところが原点。そしてそのやり方としては 3S を基準として徹底的にね、入れていってます。まあこういうふうなキーワードをねどんどんやる。で僕はとにかくねやってみるってことが大事だと思うんですよ皆さん。うん、そうなのかなって言ってね、理解納得してやろうとするとね、ボトムアップはできないです。ボトムアップはどちらかというと、まずやってみる、やってみると後から分かるっていうのがボトムアップ思考のキーワードなんですね。ですからこの 3S っていうキーワードもですね、きれいにしたらどうなるんだろうっていうのも大事かもしれないけど、まずやってみてください。そうするとね心の変化がね、変わってきますね。うん、お店の見えない部分のボジティってもうちょっと細かいところが出てきますけど、一個一個もねきれいに、整理整頓してます。もうね本当にね、キッチンもですね、僕ね日本一のキッチンだと思うんですよ。うん、ここまできれいに、とにかくつま先から頭の先までねやってるキッチンっていうのはね、そう見たことないですよね。でもこれも素直だからいい。これは学校の例ですね。みんな自分が正解状態、これ自転車どうですか、きれいに線もあるのにこれきれいにできてないじゃないですか。でもねスタートはここなんです。みんな自分が正しいと思ってるんですよ。合わす力もないし。でもその学校が素直になればなるほどどうなるかというと、謙虚な心でこんな形になるというような形ですね。はい、ここは要は高校なんですけれども、このようにしてどん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 素直が学校組織全体を変えていくというような形ですね。うん、やはり心を整えるっていうことが、心はパフォーマンス成果ね、前回でも話もちょっとありましたように、心づきは習慣づくり、心が整うと荷物も整う、荷物が整うと心も整う、汚れた乱れた心を整える、整理整頓は心の準備、良いスタートを切るために良い心を作ります。はい、良い準備は良い結果を、仕事が整う、もうね最終的には仕事の最後の成果につながってくるということだから、よくその連動してないじゃないかという人もいるかもしれませんけど、もうこれ間違いなくね連動してます。世界のバックヤードです。
これもですねヨーロッパ日本代表サンフレッチユースサンフレッチのトップ、そしてなでしこジャパンヨーロッパのチームそして世界一のバックヤードと言われたアメリカフットボールのチームどうですか。澄み切った人じゃないとこんな綺麗にできないですよね。だからある意味世界一になれるんだと思います。そしてこのバックヤードのフェイスブックにも載ってたんですけど、なんて書いてあるっていうと、一流はどこから見ても一流ってことなんです。どこから見ても一流っていうところが素直なチーム。だからそこにサインスをどん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 スタートして取り組んで、そしてまた新たなものも付け加えていけるんです。まず基本となるものとしてね、このサインスがすごくいいのかなと思います。やっぱり学校でもですね、こういう形でどん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 体育の授業だったり、剣道の授業だったり、柔道の授業だったりね、なってきます。自転車だってね、600台がキリッとなってきます。600人、ね、もちろん600人が素直とは言わないです。でも素直の人が増えると、リーダーが素直になると、そこにみんなが連動してくるっていうことです。良い風を吹かすっていうこういうキーワードですね。最後にはこういう横断幕もありながら、ボトムアップサイエンス活動という形で600人、700人が一つになっていい方向に行くというようなところにつながってくるんじゃないかなと思います。はい、この度はですねこういった形で、話をさせていただきました。まとめてみるとですね、やはり素直習慣、そこには三越活動っていうやり方があって、そこにどん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 入れていくということで、一人一人が素直な状態になれば組織全体がすごく前進していくんじゃないかなというふうに思います。まあ僕も日本一になったあのやり方あり方って、ね、難しいことじゃないですよ。本当にこんな誰でもできるようなことを毎日毎日毎日コツ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 やることだと思います。あとはね続けることです。ワクワクしながら続けることです。ぜひ続けてやってみてください。必ず成長はお約束できます。はい、それではこれで 3S についての話はね終わろうかと思いますので、またよろしくお願いします。ぜひ、登録の方そしてコメントもたくさんください。しっかりと戻していきたいなというふうに思っています。ではありがとうございました。レッツボトムアップ。